植杉綱勝は、江戸時代前期の大名。では国米沢藩三代藩主。上杉宗家十九代当主。寛永十五年十二月二十二日、二代藩主、植杉貞勝の子として誕生した。署名は、実家地後に四代将軍、徳川家綱より返記を受けて綱勝に改名。正法二年、父、貞勝の死により、藩主となる。 女王2年12月11日、十四下に女子、自立二人間、針間守を兼任。慶安2年に、江戸城石垣武士を命じられ、藩の財政は悪化の一途をたどる。治世中は平家地の検知など公ー制度整備を推進した。慶安4年に青素検知を実施し、藩の買い上げ総額530だとする。また、明暦3年には、 おさめ方身長を編成した。両内のキリシタン弾圧を強化して、幕府老中の命により一門の山浦光則らを死罪とするなどして家中は動揺した。姫姫とは幕府の圧戦で婚姻する。万事2年に姫姫が19歳で死去し、形出を迎えるが、その後漢文4年うるう5月7日に死しなく、四次も指名しないまま休止する。去年十六。 本来ならば、上杉氏は無志死断絶となるところであったが、綱勝の学府にあたる星名正幸の仲介などもあって、綱勝の妹、富子が嫁いでいた、孔家、吉良義仲の長男、三之助が、末期用紙として綱勝の後を継ぐことで、加盟存続を許された。またこの時、上杉家は、米沢藩の領域のうち、忍軍と追い玉軍の一部を就航され、 国高は30万国から15万国に減少されたにもかかわらず、星名正幸による要請により、藩士の飯放ちが不徹底になったため、財政難に白車がかかることとなった。綱勝の死因について、キラ義仲による毒殺説がある。これは綱勝の発病が、妹の嫁ぎ先のキラ家を訪れた直後で、病状が悪化していることから唱えられた説で、 小説や公事件の解説書でも取り上げられることが多い。綱勝の病状については、当時の上杉や江戸家老、地坂隆次の地坂兵部日記に詳しく記されている。ただし、山形県市ではその病状から、綱勝の死因は、現在の先行性異関用による病死ではないかと推定しており、綱勝は、以前から病弱で、会津松平家府によると、 万事年中に無既得になったことがあり、この時は、いいなからが、上杉家後継者として、星名正幸の子、正澄を据える案が正幸に打診されたが、正幸は断ったとしている。ありがとうございます。